第九師団は、第日本帝国陸軍の師団の一つ。日清戦争の後、軍備増強の必要性から1898年に、新設された六個師団の一つで、北陸の富山、石川、福井各県の兵士で構成され、英樹地を金沢として編成された師団である。第十八師団と陸軍内部で、その精鋭さでは、総壁と言われた。 1898年11月8日、師団司令部と師団監督部が会長した。同年11月29日、監督部は旧金沢城内の新築庁舎に移転。1940年8月から師団の英術は満州となり、大体の常設師団として第52師団が編成された。またこの時、不評第36連隊を、 第28師団に転出させて三単位編成に改編された。1904年に日露戦争が勃発すると師団長大島久直中将の下で出征し、野木マレス大将率いる第三軍令下で旅順行為戦に参加する。旅順では師団所属の不評連隊長全員が負傷する激しい戦闘となった。 続いて参加した宝天海戦でも山砲兵大宮連隊長まで戦死するという大打撃を受けている。日露戦争後、約2年間朝鮮半島に駐留した。1914年4月14日、師団司令部留守部を設置し事務を開始。1916年4月30日、師団司令部が金沢栄樹地に帰着した。1918年6月12日、 兵器部が、司令部構内で事務を開始。1921年シベリア出兵に参加する。1932年1月に起こった第一次、上海事変にも動員された。その後1935年から約2年間の満州、中東任務につき、1937年2月に帰国する。1937年7月からの品事変では、上海派遣軍司令官、 松井岩根大将の要請により、第13師団及び、第101師団と共に、第2次上海事変の増援軍として、上海戦線に赴いた。上海戦の後南京攻略戦に、投入、1938年2月14日には、中止な派遣軍戦闘序列に編入され、助手会戦を、8月22日には、第11軍戦闘序列に編入され、 武漢作戦を戦い、翌1938年6月復員する。太平洋戦争開戦後は、師団は第三軍の指揮下英術地である満州にあり、治安維持活動を主務としていた。1944年7月に絶対国防圏の要石とされたサイパンが玉砕するなど選挙区が緊迫化したことを受け、超勇参謀長の要望により、沖縄担当の 第32軍戦闘序列に編入され、精鋭師団として、防衛の中核を期待されていた。実際、第32軍は、矢原博道大佐立案のもと、第9師団を中心に、沖縄防衛計画を固め、米軍撃滅の自信を深めていた。当初司令部は、首里の管律沖縄市範学校に置かれたが、後に、南部の大里村へ移された。これは投師団を、 軍の総予備として位置づけるものとしての措置でもあった。同年11月4日、第32軍の一兵団を人へ転用のため、大本営、第10方面軍、第32軍が台北で会議を開いたが、台北会議は容量の得ないまま3回となった。しかし、同年11月17日、台湾へ転出命令が下され、12月末に台湾に移転したものの、 連合国軍は台湾を通り越して直接沖縄本島に上陸したため戦うことなく同地で終戦を迎えた。後に当時大本営作戦課長であった服部卓リ郎元大佐が第九師団抽出を魔が差したとしか思えない一世一代の不覚であったと述解している。第九師団は武勲高い歴戦の師団であるが太平洋戦争時 一度も抗戦することがなかった。河村総五郎の葬儀の様子。ありがとうございます。